割れへんってこれ。ちょっとどうしよう。いやこれはめっちゃええ感じやってるけど、これめっちゃ辛そうやねん。あ、京都やっぱ左並ぶんやん、ね、京都で切り替えか。まあ切り替えというか、なんかようわからん。なんでやろ。あーなんか持ってくださいとか、起こしやす京都。京都駅、京都駅到着いたしました。ものすごい観光客です。あと結構蒸し暑いですね。あ、京都タワー見えてきた。ビャン。結構曇ってるね。曇ってるね、うん、まあ、ちょっとけど青空見えてるかな。あのさっきの安に比べたらね。あはは、安はね、やっぱりな、ディアパーすごい。あとあの京都はめちゃめちゃあの湿気がすごいですね。やっぱ大阪と比べ物にならないぐらい、このじとっとした盆地特有のこの空気感というか、まあ、これがやっぱ京都らしさなんかもしれないですね。すぐそこ鴨川あるんですけど、まあ、鴨川からやってきたこの湿気のある空気はですね、京都駅の周りにこう渦巻いているといった感じですね。めちゃめちゃ暑いです。塩工事もあの俺の学生の頃はずっと工事してて、今やっとこう地下道ができた感じですね。もうここもほんま10年20年やってたんちゃうかなっていう場所です。いや本当京都も1000年2000年の都市って言いますけど変わりますよね。いや本当気持ちがいい。あとちょっと高い建物がなくなったんかな。空がガーッと出てきたような感じがします。なんと釣りしてる人がいます。まあ、鴨川って言うんですけど、鴨釣ってるんじゃなくて鮎でも釣ってるんですかね。あの琵琶湖からずっとここ疎水で来てるんで、まあ鮎がいてもおかしくないんかな。そこら辺ちょっとよくわからないですけど、まあとにかく鴨川で2人のおっちゃんが釣りをしてます。まあ、水も冷たくないんで釣りやすいでしょうね。水量も今またそんな多くないですね。まあ、あの上流の琵琶湖で大きな氷が降ってたんで、もしかしたらもうちょっとしたらこの水量上がるかもしれない。川魚やろな。友釣りみたいにしてんの、かもしれんね。川端沿いにこんな自転車置き場がすごいね。うん、これはしかもピタパで生産できるらしい。すげえ。あ、ちょうど電車走ったけど、うわー、これすごいな。僕ら学生の頃欲しかったね、これ。あ、ロードバイクもある。川端です。マクドナルド、懐かしい。ここまっすぐ行くと、京都女子大学かな、があります。ただいま川端通りをずっと鴨川沿いに北上しております。これ、金車に殉教したんや。これ正面通りで。はあ、あんまようわからん。結構この街路樹のこの荒れぶりがすごい。やっぱこれ夏入るとやっぱあれなのかな、よう伸びんのかね。いやこういうその日の落ちかかった京都っていうのもいい光なんですよね。これ撮影にはいいんですよ。帰って部屋でね、このオレンジ写真撮ってる時とかはなんか全然あかんやんけ。それは単に光ができないとか、僕の五条川端。向こう行ったら滋賀県やね。マジ？あ、ほんまや。こんだけ近いってことか。五条橋。全部桜やからさ、めっちゃ綺麗なんちゃう、これ春になったら。春は綺麗。ああ、ただあれやな、桜もやっぱ花散るとちょっと邪魔やな、うん、邪魔っつったらあれやけど、鴨川はほとんど見えへん、ここから。もうちょっとしたら多分ね、一斉にね、はいはい、ここら辺あの手が入るはずやね。なんか7月とか6月の、6月の頭かな、うん、なんか俺よう大学ここ走っとったやん、自転車 で、はいはい、でね、6月ぐらいになんか一斉にこう河川敷の草刈り始まったやん。うわ、あれすごいやん。こうすっげえ、松原通りのあたり、めっちゃ、うわ、すっげえ、楽しそうにダンスしてるんですよね。多分セッションではほとんど見えてないと思いますけど、ちょ僕も加わりたい気持ちがしますが、まあ、ここは今体育の授業とかでダンスが取り入れられたらしいんで、まあ、その練習でもしてるんでしょうかね。
いや本当微笑ましい一コマです。さあどんぐり通りと川端通りを交差点でございます。なんかちょっとこう中心に来たね、この辺りで鴨川。いや気持ちいい、こうぬるい感じ。あ、これぞ京都って感じだね。いや山すぐそこにあるし、まあずっと住んどったらね、このねなんか蒸し暑さがきついんですけど、まあ、たまに来る分には気持ちいいかなと思いますね。まあ、ちなみに僕のあのこの今シャツとこの上のこれアロハシャツもびっちょびちょです、汗で暑いですめっちゃ暑いです。どういう格好したらいい？あ、そうそういい感じや。鴨川ですよね、今河川敷にずらーっと等間隔にこう人々が並んでる。一番手前のあの晴れ着の4人組なんでね、もう最高ですよね。でこっち側はこう行けてない大学生がチャリでこう走るというね、10年前の僕を見てるような感覚でございますが、まあ、This is 京都鴨川は最高です。あ、もうそろそろ市場通りですね。見て見て、フェンダーもビアガーデンやってる。あ、ほんまやほんまや、あ、ええー、な、楽しそうもうね、こここれ屋根工事、これなんだこれ、この人の。いましたよ、市場川端交差点でございます。レストラン菊水、そして南座、ここも This is 京都マーベラスって感じです。そして市場大橋ですね。いや懐かしいな、もうこの下何百回通ったことか。いや素晴らしい、いいねこれ。あ、絵になるな京都は。いいね。おお、ここは多分京都一交通量多い交差点じゃないでしょうかね。特にやっぱり祇園が近いんでタクシーの数半端ないですね。あ、菊水さんの上提灯がある、あれビアガーデンやってんねんな。行ってみてー。さあ行きましょうか。あ、いいね、吉本祇園花月。おっちゃんが、ああいう人で鴨川は綺麗になってるんですよ。なんか自転車が絵になった、ああいうバイクみたいな。そうそうそう、なんかフランスのパリみたいなね、セーヌ川沿いみたいな雰囲気やね。ここで昔俺映画撮ったの覚えてるわ。映画勝手に勝手に映画、あのフィルムどこ行ったんやろ。三条橋。あ、いいね、ここもなんか京都って感じの場所。あ、ブックオフ元気かな。川端三条でございます。三条大橋、矢井さん北さんが目指した場所はここです。東海道中膝栗で。あ、刀跡らしい。そうなんや、 これやったかな忘れたけど、どっかにあんねん、この義母子の これじゃなかったかな、その侍がつけた刀の傷。いや、これか何個かあるからね、義母子が。うん、わかんないけど、なんか確かにどっかにあるはずやね。でこの文字も結構面白いよ、読んだらちゃんと、うん、なんか意味あるはずだと思う、これね。三条橋、いやーもうほんと素晴らしい京都、皆さんぜひ一度京都に来てみてください。バンチャンネルのバンバテッペでした。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは明日の動画まで、さよなら。そうだな、グツグツが、ちょっと、とりあえずあの怖いんで、これをこれなんか濃厚なこの辛スープみたいな。うん、うん、あ、もう匂いがやばい、ね、匂ってる、はい、あ、で、こんななんかラーメン的な、はい、ラーメン的なっていうかラーメンか。ちょっと今適当にこう、うん、上のネギも入れます。いただきます。もうなんか普通に食べる前からヒリヒリしてどうこれ、どうこれ、どう、あ、
俺はいける。いける、うん、ケンちゃんはいけるかって感じだね。俺は全然これいけるぞ、うん、これね結構ね辛い。おお、うん、うん、おお、ハウツー、わあ、フェイちゃんハウツー、うん、うん。